This program is the Nawaka Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Wurr. Moekaf TV. おはようございます。おはようございます。27日、9月の27日、もう10月ですよ。秋ですよ。朝はサラダ派なんで、うん、いつも食うサラダ食べただけで健康になった気になる。なりゃせんのやけどね。なりゃせん、なりゃせん。それより不健康になってるね。一日中パチンコ食ってコーヒー飲んで、夜は酒飲んで、何健康なろうとしとってやって。まあ一回言えによ、冷めたものがいたわり体にね。まあ明日は移動しかないんじゃないですか、やっぱりって移動明日、明日の予定ってことは、今日が終わったら冬はできるんですよ。なんとしても勝たないか。フィーバー代かさ、フィーバー代もそうなんですけど、そういえば久々の納車式の給料日迎えたわけでしょ、お金持ってる野郎状態でしょ。まあ負ける気せんよね。負ける気はするやろ。お金持ってるなんて負ける気せんのは別やろ。いや、財力にものを言わせる。うん、引っ叩く。いつも俺の財力で引っ叩いてる。無敗です。今乗りに乗ってると思うよね、うん、だからこの波に乗ってる時にどこまで伸ばせるかな、うん、だってもう勝ち続けるなんてありえないわけよ、うん、絶対に、うん、俺たちみたいなさ、クソ養分な立ち回りやし、うん、なんで俺まで混ぜられたのか。いや、そうやんか、何も知らんやん。努力のせいや、そういう勝つための努力基本せいや、うん、してる朝よ、してるしてる。え、何化粧水塗ったりとかする。それも今日やってきた。ぶっこめ、ぶっこめ、ぶっこめ、ぶっこめっていうかもう飽きる、その前に。いや、北斗とか酔ってるわ、あれやろ。あれ、絶対無理、絶対無理。いや、変わってないやん。いや、だからね、言ってたの、うちのサムシン、もう何十年打ち続けた通常よ。基本変わってないやん。通常はね、新鮮味がないわけだから。新鮮さ求めるお前よね。慣れ合いを求めるお前よ、ね、じゃあ俺がね。なんで両方お前目線。人のことしかさしてないよ。新鮮さ求める俺、慣れ合いを求める俺、両方矛盾だらけの俺。俺は本当に俺。それはやっぱ自分に、人から見えてる俺も俺、自分が思う俺も俺、お前は俺。なのにお前も俺。朝からカフェ俺。俺でインフマンでいいって。6万4000。久々やん。久々金持ってるね。そっか、昨日1万買ったんか。さあ、やってまいりました。船橋のまず名ホテルから紹介していきましょう。本日の絶品宿はこちら、ホテルシロ。シロはな、船橋来た時はいつもここ泊まる。けどさ、まあ、こう子供たちのために何かしますとかあるやん。まあ、例えばサッカーのホンダがさ、なんかコート作ったりとかさ、じゃあ俺も未来の子供たちのためにって言ってさ、パチスロのゲーセンを作りますみたいな。いや、でももうこの動画自体は明るい子供スロッター育成動画になると思いますよ。そうやね。だってこの前さ、赤ちゃん連れて会いに来てくれた人って、はい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 、子供も一緒に見てるわけよ。そうよ、チークよ、チーク。ミッキーマウスとかの英語の教材と一緒ですよ。ああ、
じゃあ俺作るわ。ミッキーマウスっぽい感じで。いいよ。ドゥンドゥ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 ドゥン。やるをやるをやるをです。スロット打つよスロット打つよスロット打つよ。やるをやるをやるを。これはカットでお願いします。こんなの作っていただいて、ありがとうございます。うわ、マジか。スライムカレー、どのぐらい。うわ、緑やん。すごいよね。危な。なんでこんなの。勝負に勝つ。あれもう美味しそう。めっちゃトイレ行きたい。マジで朝一トイレ走る。大トってね。バラ行こう。バラッツォ、バラッツォ、バラッツォ。夢みたいね。いや、まんまあるからね、マジで。刺されば。2、3回刺さればもう行くからね。男の魂。男の魂。聞きたいね。よし。めっちゃ人多いけん。あのバレで一回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 。どうもす、どうもす、どうもす。バラッツォクラバッシュ、どうもす。辛いね。あー、出来方か。きついね、うるせえし。うるせえからな。打てこ。もうさ、絶対入ってないとか関係ないやん。まあまあまあ、手こなせだろうかし。全国のデイニストの皆さん、お待たせしました。打ちますよ、ゴルゴ。まあ麻雀2からね、ゴルゴの流れを通常では捨てて、まあ、AT に特化した分散していこう。ねえよ、今日大事な戦いなんよ。今まで燃えかすでずっとやってきて、その勝率が著しく低いわけ。まあ、狙うしかないね。いや、がゆえによ。まあ、バラエティの一大島で、マスやゴルゴなんて、間違いなく先手入らんから、大丈夫。
ム、投資が6000円早いよ。男の魂を聞きたいからこっからこっから
前とか違うやん。うまいやつやんこれ。テリーマンになるわ。
疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？船橋へ結果の方からちょっと痛かったかな。結果はね、言うとテンション下がるからあんまり痛くないんだけど、さらっとゴルゴ持ってオキスロ行ってマイナス1枚でした。なんかパラッと系のその系譜はやめてもらえません？その朝一パーって出て最終的にマイナスで終わるっていう。正直よ、ゴルゴ打ってマイナス5000って、いや勝ちよ、勝ちや。いや勝ち勝ち、間違いない。男の美学聞いただけでも5000分の価値あるから、300とかさ、電話も聞いてさ。今日は限りなく勝ちに近いゴルゴだった。だからなんかテンション上がってるやん。あ、そうね。だから負けたっていうか、金がながらダメだっただけで。そうね。信頼値変だね。まずい。どうする今後。信頼値が変なわけじゃない。そしたらもうずっと話してる。花火師となる。俺最近だって聞いたけど、やっぱ DM の方見てなくて、一応より。あ、分かる。だから演出見てないんや。いやね、いらんやん。だから初めて見たみたいな。誰より秀逸な制御の方が欲しいと思うから。制御が欲しいわけじゃない。いやだって第一編集スレイクついたからさ、だからそこばっかり見るから。液晶でなんか強いのがあったからスイカとかどうでもいいんだよ、ね、花火打ちすぎない。A タイプ打ちすぎてそうなってんだよね。楽しむポイントの話だよ。だってどんな好きな案件でもさ、演出である以上飽きるやん、うん、絶対いつか。また同じ虫の気持ちの出やがってみたいな。何やいやでもやっぱりね、俺はこの前も言ってたけど、やっぱ A タイプとかそのリーグの楽しみ方っていうのを分かってほしいから、 A タイプは上手いやつしか打っちゃいけないとか言ってたね。ごっくもそうやけど。おいどうしたん？あっこい。いや熱いよ、チーズ入ってたもん。だからほら、一回できないと打っちゃダメですよみたいな。15枚こぼして見てるなんたらとか。いや15枚こぼすぐらいだったら1ゲームでも早く回してボーナス引きよって。いやけど俺たちさ、その理論って俺たち止め打ちとかせんやん、止め打ちとかせん、補散止めとかせんやん、そういう技術介入とかせんやん。けどやってる人からしたら、あのやって当然なわけ、慣れたらね。だって収束すること言ったねえもん。いやけどさ、その俺たちのさ、そのオカルト的な理論で言うとさ、止め打ちとかひねりとかってだったらもう一歩ずれちゃさせたるわいっていう。そう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 。だから収束しないから運の方が大事だと思ってるな。だから余分ない。うん、そうそうそう。だから運にね、確率にね、数学的に言うとさ余分や。そうそう。いやだってさ、それどっちもしたらもっといいやろね。両方できればね、完璧よ。両方できればっていうか、こっちは別にできるできないじゃない、分からんからね。先進の先進の先進の収蔵よ。もっと頑張れよ。そう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 、お前ならできるよみたいな。だからあんな大に声かけるんだね。そうそういうことだよね。一つの結果が出た気がする。俺らの力は精神の魂のプレー。だからテンション下がったらやめるよ。もうそうだね。でもそれはあるね。設定じゃないよ。テンションじゃない。テンション。だから稼働がいい店だとテンション上がっちゃうね。そうだね。それはある。あ、これはけどいい話や。うん、これはあのウジッ TV の持論だわ。うん、そうね。いや、やっぱり楽しんだもんがしよね。うん、ビールとつまみ、うん、オリオンもこの目の皮で生で乗せるから鉄板で勝手にいい感じになりやがれようかね。できたさよ。どっちのテキサスかカルボリー。